まず最初に楽器を最適な状態にセットアップします。やり方がわからないなんて言わないでね。次に刀の調整をするために三角のパーツを置きます。三角のパーツはすり合わせをするエリアの両端と真ん中に置きます。そうしたら刀の底面がすべての三角のパーツに触れるように調整します。ここまでは底面にヤスリが立ってあってもなくても一緒です。マジックスイッチをセットします。ヤスリの張り替えが必要な時はここで張り替えます。刀を弦の下に差し込み、軽く押さえた状態で斜めに動かし、すり合わせを始めます。削った面を均等にするために、3往復ごとに X を描くように動かす方向を変えます。ブレッドボード全体のすり合わせをする場合に、つかむ場所はナットから3分の2くらいのところです。刀の動きが重くなってきたら、ブレッドを光に当てて確認します。すべてのブレッドが削られていたら、そこは終了です。隣の弦に移動して同じように繰り返します。弦を張ったままなので、いつでも試し弾きをして確認することができます。それでは仕上げに入りましょう。この作業は一つの点を除いて一般的なやり方と同じです。その違いというのはリトルボーンです。角取りの状態を確認するために、フレットに印をつけると分かりやすいです。リトルボーンは全てのタイプのフレットに使えます。すり合わせによってできたエッジを削り、紙ヤスリによる仕上げを簡単にします。てっぺんは削らずに、フレットの端だけを丸めます。
研磨用パッドで X を書くように軽くなぞります。フレットを磨きます。レモンオイルでペットボールを拭きます。もし必要なら、もう一度セットアップをします。